散財は人生や。どうも直島です。今回は DJI アクション2を使って Vlog に挑戦していくで。ってことで夏やし大阪に帰って友達と遊んでくるわ。着席するとなんか意外と人少ないなって思ったらミスってグリーン車で撮ってたわ。マジでミスった、ほんま最悪。道中は最近買ったスーパー野田ゲーワールドで遊んでた。小学生ぐらいの時にやってた謎のフラッシュゲームを思い出して懐かしい気持ちに浸れるからおすすめ。しかもチープな作りなのに意外と難しい。空が綺麗や。タバコ吸いたくなるな。ってことで無事大阪に到着。カメラをネックレスみたいに首からぶら下げてるんやけど全然手ぶれせえへんくて編集してて感動するわ。とっさに取り出す必要もないからめっちゃ楽で確実に今月買ってよかったものやわ。梅田で集合やから大阪駅に到着。この景色マジで懐かしすぎるやろ。グランフロント大阪、専門学生の時無意味に立ち寄りがちスポットやったわ。まあ多分涼みに行ってたんやと思うけど。ってことで友達と合流して適当なご飯屋さんに来たわ。ごくりごくり、いやうまい。すんごいゴミかすみたいなアングルやけど、これは録画停止ボタンを押し忘れで撮ったから勘弁してな。こんなんしてるけど腹減ってるから普通にさ浮いてっていう気持ちで立つな。セロが、うん、だから難しいんだよ。おかんとかさ、なんか、どこのなんとか、保育園の時のなんとかちゃんのお母さんがとか、なんかめっちゃ言ってこへん。言ってくる、言ってくる。なんでそんな覚えてんの。思った思った。知らん知らん。あるあるやわ。あるある。何おかん、あんな私が知らん話するの。めっちゃ腹いっぱいや。全然ないね。そう。量多くなかった。いや、昨日の方が多いなと思いながら。これぐらい余裕やわ。飲み物みたいな。飲み物。正直カメラ止まってる時の方が面白い話しがちなので、ほんと Vlog 撮んのむずいわ。ってことで次はカラオケに出発。最近のみんなはヒップマイにハマってるらしい。直島の友達は全員趣味は被らないけどオタクです。締め切りが近い同人誌を書いてるところを見学。昔は直島もこの友達と漫画家になろうなって約束してたけど今もバリバリ漫画書いてんの、ほんますごいな。クリップスタジオが文明の利器すぎるわ。カラオケで 4,5 時間ほど引きこもって居酒屋に移動。でも7人で来てるけど歯切れが悪い。あ、そうだ、これ映ってる。大丈夫大丈夫、触れない。これちゃんと映ってる。これどう映ってる。これ普通、これ普通やねんけど、なんか首につけたままだ。じゃあこれ映ってるって聞いてくれ。顔が近く、この状態で。あ、ほんまに、この状態でなんかトーマスみたいな。髪の毛とか映ってなさすぎる。いや、なんかあの、映ってるやつ3割増しぐらい出てくるよ。でもこれ角度やったら全然いいねんけど。うわー、そうやな、そうやな、漏れる。ここからやるから。じゃあ、しかも、じゃあ最初、いい感じに映ってるとか言って。今か、もんじゃエアプの人間が作ったもんじゃやから、これ。ちゃんとうちの旦那が追っかけてますよ。あ、ありがとうございます。なんでだよ。遅くない？枝豆臭。え？枝豆超臭い。すげえ、もんじゃダメ。枝豆に臭いとか、かわいそうやろ。枝豆が。枝豆のビジュアルじゃない。匂い強すぎて臭。どついたら箱でーす。どついたら箱でーす。いや、なんかようわからんけど、どついたろうか。こんな風にたくさんの人と遊ぶこと自体、久々やからほんま楽しかったわ。また気分で大阪帰ろうと思うわ。ってことで、ようわからんホテルで意気消沈。最初、エアコンがなくて発狂しそうやってんけど、ベッドに英語でエアコンって書いてて、ほんま腹立ったわ。ちなみになんで実家に帰らないかというと、実家の布団が床で寝てるのとほぼ同等レベルやからです。
寝転びながら撮った映像を見返したけど、やっぱり撮るのが下手くそすぎて笑えへんわ。アクション2のプリセットで遊んでたら、なんでか4時ぐらいになってて就寝した。ってことで朝、11時ぐらいまで爆睡したけど、正直しんどすぎる。直島は虚像恐怖症で行かれへんスポットが多すぎるので、大阪観光はしないです。なので今日はおかんが働いてるマッサージ屋に行って帰ろうと思います。昼ご飯に明石焼きっていうのを食べてんけど、食べ方が分からずそのまま食べてたけど、後から調べたらお吸い物に浸して食べるらしいな。全然別々で食ってたわ。大阪マジで喫煙所がなさすぎて限界すぎる。タバコ吸うついでに美味しそうなプリンも食ったわ。基本飯しか食ってへんな。隣の人がコカインの話しだして非常に不穏でした。ほんま何も観光せず帰還。帰り際にヨドバシカメラで気になってたイヤピだけ買ってみた。てか梅田のイヤホン気づいたら閉店してたわ。ほんま時の流れって早い。てことで今回はアクション2で Vlog を撮ってみたわ。ほんま毎度いい感じに撮られへんねんけど、またどっか行ったら撮ろうと思うわ。まだまだ夏は始まったばかりやから、外には出ようと思う。ほな、散財は人生やで。